Now then, let's not waste any more time and jump right into the trail-based mission, long day's journey into night. Oh. 車掌さん、まだ来ないの？パムでも油を売ることがあるのね。待たせたな。重要なことじゃから準備に少し時間がかかってしまった。そんなに重要なことって何？乗客の諸君は知っとるじゃろうが、次の列車の目的地は宴の星ピノコニーじゃ。皆が宇宙でも有名な星空ホテルをずっと楽しみにしておったことは俺も知っておる。じゃが出発する前に改めて3つのことを注意しておきたい。1つ目、ピノコニーが位置するアスデナは奥室が充満しとる星系で、歴史的に記憶域から漏れ出した大ホールの一つでもある。数千年の歳月が経ってもこの先の奥室の濃度は平均値よりも高い状態を保っておる。普通なら大した問題ではないのじゃが、人それぞれ体の状態は異なるからな。めまい、幻覚、記憶の混乱などの症状が現れた場合はくれぐれも油断せぬように。2つ目、ピノコニーは調和のファミリーの領地であり、ファミリーが他の派閥を公に招待するのは今回が初めてのことじゃ。列車も客として招かれとる以上、守るべきルールはしっかり守ること。これを忘れるでないぞ。Right. And the 13th? 分かった。合に入っては合に従えってことだね。安心して車掌さん、七死人の顔に泥を塗るようなことはしないから。Okay. 最後3つ目じゃが、これは注意というよりも無理を承知で俺から皆に頼みたいことがある。できれば休暇の合間に数人の七死人に関する情報を探ってきてもらいたい。What nameless? 私が説明するわ。列車が停車するほとんどの世界と同じように、ピノコニーも銀器場にある駅だったの。数千年前、そこはまだカンパニーの辺境の監獄で、開拓がそこと数千もの星々をつなげていた。当時請求列車もピノコニーを訪れたことがあって、旅に出会いと別れがあるように、記録によると数人の乗客がピノコニーに残り、そこを自分の終着駅としたの。It's been so long. Will we still be able to find them? あまり深刻に捉えないで。ただ、過去の停車駅に戻るだけだと思ってちょうだい。列車が去った後、性格は各世界を遮断した。そして、ピノコニーの主も幾度となく変わったわ。そこに残った七死人たちが、その後どんな暮らしを送り、どんなことを経験して、この世界にどんな痕跡を残したのか。先人たちの足跡を追うことも一種の冒険でしょ。星空から離れたとしても七死人の開拓が終わることはない。パムもそう思っているのよね。乗客名簿によると、当時下車した3人の乗客の名前はティエルナン、ラグウォーク、ラザリナ。それぞれ列車の護衛、整備士、測量士だったらしいけど、それ以外の情報はないわ。名前と職業だけ？聞いた感じ本名じゃなさそうだし、星草の中から針を見つけるようなものじゃない？とにかく成り行きに任せればいいわ。七死人の多様性を考えると、彼らの子孫を見つけられるかもしれないし、確率は低いけど本人にも会えるかもしれない。それじゃあ今回の航路会議はここまでにしましょう。跳躍までまだ時間があるから、もう少し荷物の確認に時間をかけていいわよ。
なあ。跳躍が始まる前に、俺が放送で知らせてやるからな。I'm ready for Pentacony, baby. まだ時間がある。みんなと話をしよう。Listen to the newest Inter-Astral Peace broadcast. This one? Right. Let's hear it. Moments later. I'm not gonna stand over there and listen to the video all day. Let's start things off by... I believe Marsh's room is over here? Oh no, this is Dantan's room, sorry. Wrong room.Hi, March. How are you doing? Camera, yosh. Kigae, yosh. Senmen yogu wo. Oi. Wa, sayaku. Kono mae chumon shita ryokou yō no tsumekae bottle ga mada todoite nai. Demo, Pinocchio no resort hotel tte chou koukyū da tte iu shi. Kitto amenity mo waraku nai yo ne. Kore nara mō sukoshi suitcase no space o akerare sō.他に何を持っていこうかな。I'm tempted to press. You know what? I'll do it. I'll do it. あんたなんかスーツケースに入るわけないじゃん。自分で歩いて。小説か漫画でも持っていこうかな。そうすればホテルの部屋でも退屈しないし。でもそうでもないんだよね。Gotta have some comedy, buddy. Gotta have some comedy. Alright, I'm. Alright, Dan-hung, you're next. Oi, oi, oi. What up? Belto-san to hanashitan da ga, konkai wa ore ga ressha ni nokoru koto ni shita. Oh, right. Dan-hung staying after what happened in the Jianzhou Lawful.I'll be real. I respect your decision. Rest well. Thank you. お前に分かってもらえて、俺も少し気が楽になった。I'm not gonna be an asshole. 先週のことは気にしなくて。After all that stuff you've been through, キノコには旅の終着点ではないし、この先も長いからな。ある程度片付いたら、俺もお前たちを追いかける。お前も荷物の確認は念入りにした方がいいぞ。ファミリーのイミグレーションは手続きが面倒だと聞く。ホテルにチェックインした後に忘れ物に気づいたとしても、後の祭りだからな。Right. Now then, let's talk to Well. First, Well is sitting. 跳躍までまだ時間がある。みんなと話をしよう。Yeah. Well, you're next. Is she sitting out of this one as well? どうだ。出発の準備はできたか。ファミリーの領地なら刺激的なこともあまり起こらないだろう。俺からすれば少しもったいない気もするが、せっかくの羽を伸ばせる機会だ。存分に楽しんでくれ。You look relaxed. 冒険の旅は確かに胸を高鳴らせるが、適度にリラックスすることも大切だからな。ただリラックスしている間もパムの頼みを忘れないでいてやってくれ。パムは俺たちのためにいろいろなことをしてくれた。今回は俺たちが報いる番だ。Right. I saved the best for last. Himeko. やっぱりあんたは冷静ね。みつきちゃんなんてピクニックに行く子供みたいに大はしゃぎしてるのに。well, I'm kind of excited. ピノコニーは。あんたたちを失望させたりしないわ。ただ今回のファミリーの正体についてはいくつか気になるところがあるの。それについて話し合いたいんだけど、今はやめておきましょう。まずは楽しい休日を満喫してちょうだい。Right. そろそろ時間だな。席に座ろう。Alright. Before I take a seatLet me predict what will happen in Pentacony Arc, where Pentacony Arc is very likely is going to focus on, or should I say,
The central character for Panacone arc is most likely going to be Firefly, and it is very likely that Firefly will be the next casualty of who's next, if you know what I'm talking about. And also, I will not believe Ching Yin is dead until I see her dead body with my own eyes. Comprende? Now then, without further ado, to Panacone! Yes, Pom Pom, may I help you? Let's just get on with it already. Can't wait to jump right into Panacone. Oh, gotcha. Oh! Whoa, what did I miss? Oh crap, I didn't pay attention! Wait. Is this the dream world? Okay, I clearly saw Robin and there was another character, but I didn't pay attention. Oh crap. Okay, I'll check the vaults later. ついてこい。 I did not expect to meet Akron in such a very short time, brother. Like, what the freak? What the freak? I did not expect to meet Akron in such a very short time. Oh my gosh! It's Akron! I'm sorry. Okay. Wow. What a way to start things off, Honkai. You got me motivated, buddy. Alright, first of all. Oh, mama? できる限り説明しよう。 ここは現実と記憶域の境界、 無境だ。 今この瞬間、 あなたと私は偶然にも同じ夢を共有することになり、 互いの思考の中に現れた。 これは私たちに対する夢の力の最初の挨拶だ。 Oh dear lord, Akron is sexy as hell. Wood. Also, I'm definitely gonna pull for her. I don't give a damn. Because to me, she's literally Honkai Star Rail's version of the Raiden Shogun. Right? But let's continue on. 何も心配することはない。あなたはすぐにこの夢から目覚める。ここでの出来事は全て忘れ、かすかな落胆が残るだけ。こうした忘却は朝を迎えるたびに起こっている。私たちにとってはすでに慣れ親しんだ日常だ。ついてこい。あなたを家に連れて帰る。 And I'll take you home once you are available in 2.1. I'll get that.
廊下の突き当たり。そこであなたを待っている。Left the end of the corridor. Yes, ma'am. Left. Oh, there she is. 巡回レンジャー、ヨミ。周りからはそう呼ばれている。あなたもそう、そのドアを開けて、美しい無境を覗いてみるといい。まだ記憶があるうちにな。お。これは。こっちだ。Yes, ma'am. 先に行け。After me? 壁の上を歩けっていうのか。本当にできた。何を驚いているんだ。俺も考えてることが分かるわ。何を驚いているんだ。Why not? Bro. Again. This is some inception. Oh.I see Acheron. I see Sunday and Robin. And I see Dr. Rachel and Evangeline. So, wait. Is that Sam? Is that Sam? Silver Wolf? もうすぐ着く。まだ歩けるか。Let me be a wee bit sarcastic. 面白い。冗談を言う余裕があるなら大丈夫だろう。立ち止まるな。振り返るな。下を向くな。上も見るな。Look front, huh? Yes, ma'am. この声はただの無境の影だ。Oh, next one is Sparkle. Yes, ma'am.Whoa, what the? Acheron? We're here? Hold on, if you guys don't mind, right? Here's the thing. I can't zoom with this controller though. But still, oh my gosh.Oh my gosh, she's sexy as hell. Look at her. Yeah, at the back. Here's her back. Oh my gosh, she's sexy as hell. Pants. Open the. Okay, am I supposed to open the door? Hotel Reverie, ようこそ. Oh! It's Misha! チェックインが必要な方はフロントまで進んでください。ここから出ていくんだ。いつもと同じように目覚め、この偶然の出会いを忘れ、元いた場所に戻るといい。ああ。ただ、別れる前に一つ聞きたいことがある。Yes, ma'am. What is your request?少し奇妙に思うかもしれないし、失礼だと感じるかもしれないが、それでも教えてほしい。I'm sorry, ma'am, but allow me to have a good. Oh my god. Woo! For those of you who said Acheron is Zilla 2.0, screw you. Screw you all. I mean, I get it that people,
that when she was first revealed, her first official art was revealed, right? A lot of people have been comparing Zilla's design and Akron's design. When Honkai Studio did their drip marketing before they dropped their special program 2.0 a few days ago, and a lot of people are saying, oh, Akron is literally Zilla 2.0. I was like, what? And then when they showed that the side-by-side that side-by-side feature, I was like, huh, interesting. But still, after these two requests, I dare you, I double dare you to call Akron Zilla 2.0. Because, oh my gosh, some people might, after going through this story quest, might still call Akron Zilla 2.0, but not for me. But not for me, because I see Akron as Honkai Star Rail's version of Raiden Shogun. And she doesn't even really behave right like Raiden Shogun. Akron, she's very mysterious from the way I see it. But dear God, her design is sexy as hell, man. Hallelujah! I'm definitely pulling for Akron, okay? I don't give a damn what you guys say about Akron. I'm definitely pulling for her. I've already C6'd Raiden Shogun. So don't be surprised. Sometime later in the future, or future me, I will E6 Akron. Right. Enough chit chat. Let's continue on with the trailblaze mission. Huh? Whoa. I did not see that question coming. Oh. What do you mean? Should I go with what do you mean, or perhaps we have? I'll go with perhaps we have. Anata wa mukashi no yujin wo houfutsu to saseru. Whoa, old friend? Watashi to kare wa tairitsu shite ite. この奇妙な夢のように近くにいるのに手が届かない存在だった。Also, I just want to ask, why is the text in red? もう少し聞いてもいいか。私はよく忘れてしまうから、記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしている。答えが正しいか否かは重要じゃない。重要なのはその時のあなたの反応だ。例えば客室で目を覚ました時、あなたはいくつかの名前をつぶやいていた。彼らは仲間か家族か、それとも敵か。あなたは多くの人々、多くの物事と強い絆を結んでいるようだが。まあ、レッツオート。おい、ロンバッテン。Sorry。その絆を失うことに恐怖を感じるか。Again, the text is red. If you fear losing these bonds.To be frank, I don't know. Hmm. 仮に巨大で現実との区別がつかないほどリアルな無境があったとしよう。そこには別れがなく、誰もが満足感と幸福を得ながら永遠に楽しく生きていくことができる。
Again, I pressed the wrong button. あなたはその中で暮らしたいと思うか? Whoa, that's the third question. How good with that depends on the price I have to pay. ならその美しい夢が壊れ、あらゆるものが消えてしまうとしよう。友人、家族、赤の他人、そして爽やかな風、空を飛ぶ鳥、星々。最後にはあなた自身、全員。彼らの記憶の中の全員、その笑顔も涙も、果たした約束も果たせなかった約束も、最後には全てが定められた結末に向かっていく。旅立ちの時からその旅の終点を知っていたとして、あなたはそれでも旅を始めるか。おお、prices to deal. Oh, she's smiling. 難しい問いだということは分かっている。今すぐ決断する必要はない。言っただろう。答えは重要ではないと。耳を傾け、手で触り、考える。そうすることで感じ取れるものがある。それを大切にして、その感覚を頼りに選択すればいいんだ。それで最初の質問に戻るが、あなたは私のことを覚えているか。 Let's go with I seem to remember you from somewhere.面白いな。さっきは無数の似て非なるあなたが、それぞれ全く違う答えを出しているようだった。今のが本当に最後の質問だ。ありがとう。私たちにはそれぞれ進むべき道がある。ここで別れることにしよう。ああ。Will we meet again?Because I want to know, because it's as if she's telling us that she knows about the Trailblazer's past, but she's not, but at the same time, she's not telling something. So I really hope we'll meet again. I really do.金色の夢が今にも動き出そうとしている。これから訪れる長い夜、あなたは多くの挫折を味わい、数々の悲劇を目の当たりにするだろう。やがてその目には色あせたモノクロの世界しか映らなくなる。その世界には Again, she's being mysterious. 一抹の赤が現れるが、瞬く間に Damn it! I wanted that good view! だが、信じてほしい。あなたが決断を下すとき、その赤は再び現れると。お、あなたは私の言葉の意味をよく噛みしめ、そして目覚めの世界へ帰るといい。うわ、私たちが探している答えはそこにある。
Akron. Weiss! Weiss, the trail is shedding tears. Oi, doushita? Nande naite oru nja? There's definitely a connection between the Trailblazer and Acheron from the way I see it. I may have dreamt of an old friend. Hakumu o mita yo ja na. Asudena seikei ni tsuku nari sonna me ni au to wa. Kuregure mo kiyo tsukero. Omae wa okushitsu ni taisuru taisei ga hikkui yo ja. Nani, ki ni surukoto wa nai.夢と現実は相反するものじゃからな。お前が寝とる間に列車はピノコニーに到着したぞ。かつての辺境の監獄も今では豪華なホテルに変わっておる。車掌として今のピノコニーには興味があるが、俺は列車から降りられんからな。代わりに存分に楽しんできてくれ。はい。荷物をまとめたらいつでも降りて構わん。みつきちゃんは客室車両におるから会いに行ってやれ。お前と一緒に出発するのを待っておるぞ。はい。ナノ、まだ荷造りしてるのか。いや、even the achievement is showing. Do you remember me? Let's head to the achievement section. Walk onto the bubble bridge.I believe it's the rail onto the stars. At the outset of your journey, you find yourself accompanied by someone unexpected and encounter Akron in a strange dreamland. Right. Let's go meet up with March.I hope this the story between the Trailblazer and Akron doesn't end up being former allies turned rivals or some kind, just like what happened in Honkai Impact 3. For those of you who have not played or heard of what happened in Honkai Impact 3, I suggest you do some research, because I would not touch that particular subject. Oh. Alright, let's have a conversation with March. Okita, junbi wa susundeiru? Ah, Yoji-chan to Himeko wa saki ni oriteiru yo.うちはあんたと一緒に行こうと思ってここで待ってたんだ。どうする？今から幼児ちゃんたちと合流する？いや、アメリ。宴の星、ピノコニー。宇宙で一番大きくて豪華な遊園地へ出発。お、the loading screen is different.Ladies and gentlemen, welcome to Pano Kone! やっと着いた。ファミリーのイミグレーションって複雑すぎない？10回以上も検査を受けて、スーツケースを何度もひっくり返されて。あいつら、あんたの性格を取り出そうとするんじゃないかと思って、ヒヤヒヤしちゃった。Thankfully, they didn't.ある意味、ファミリーって本当に寛容なのかも。でも、苦労が無駄にならなくてよかった。このホテルのロビーってすっごくゴージャスだね。あのずらっと並んでるのって全部客室？何人くらい泊まれるんだろう。うちらの部屋はどれかな？ほら、幼児ちゃんたちはフロントに並んでるはずだから、うちらも早く行こう。はい。ホテル
レバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。チェックインが必要な方はフロントまで進んでくださいね。 Just realize No, let's not talk about it, Jim. Let's not talk about it. You work at this hotel? 僕はミーシャ、ピノコニーのスタッフです。よろしくお願いします。荷物をお部屋に。あんた、And I just realized she's eyes. There's a key. What? 荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたら、いつでも気軽に声をかけてくださいね。そう、お連れ様が待ってますよ。 His eyes is key shape. No, the lock shaped size.Hotel domain? Nah. ねえ、どうしてフロントにこんなに人が集まってるんだろう。列車から降りたばっかなのに、またトラブルとかじゃないよね。Let's go have a look. 申し訳ありません。システム上にはお客様のおっしゃるお名前がなく。でも請求列車が受け取った招待状には。もう私たちの部屋を予約したと書いてあったわ。もう一度確認してもらえないかしら。かしこまりました。もう一度お調べいたしますので少々お待ちください。Trouble already? 列車プラチナルームを合計4室、それぞれベルトイオー様、姫子様、三月七日様、それから炭鉱様、やはりこの4名様の予約情報しかございません。What? Let's be dumb. Tanko? そういうことか。道理で登録情報に彼の名前がないわけだ。ファミリーに返信したとき、彼はまだ列車に乗っていなかった。こういうのはどうだ？俺たちと旅をしている Tanko は、急遽予定が入って宿泊できなくなった。だから炭鉱が予約していた部屋をこの子に譲ってもらえないか。これなら人数も変わらないだろう。この子は私たち請求列車の新しい乗客なの。彼の身元は保証するわ。いや、looks like Dan Hung is out of the Pentacony arc. ちょっと。Show Trailblazer profile? いえ、あなたの身元を疑っているわけではありません。ただ、Yes。調和セレモニーを目前に控えた今、ピノコニーは今琥珀期で最も重要な瞬間を迎える。Adventuring。さらにファミリーの招待を受けた銀河中のゲストたちが、Adventuring's eyes is different。ひしめき合っている。ホテルの警備は厳戒態勢で、少しのミスも許されない。いきなりあれこれ言われても。こちらのお嬢さんに決定権があるわけでもない。請求列車の諸君、あまり彼女を困らせないように。俺たちのチェックインに問題があり、迷惑をかけていることは謝ろう。ところで君は？僕はアベンチュリン、カンパニーの戦略投資部所属。ダイヤモンドの下で不良資産の生産を担当している専門家さ。今回は時計屋の招待を受けてきたんだ。Watchmaker? ああ、それと君たちの後ろで順番を待ってる宿泊客でもあるね。ここは私に任せて。スターピースカンパニーもピノコニーから招待を受けたと聞いてるわ。あなたがその代表者なんでしょ？カンパニーのエリートはやっぱり品があるわね。それほどすごい人なら私たちのために便宜を図ってくれない？僕の聞き間違いかな。便宜を図る？それは僕が君たちに言う言葉だと思うけど。Oh, he's an a-hole. もうここで10分以上待ってる。 This guy's being an a-hole already.十数分がいくらの信用ポイントに値するかわかるか。This guy's being an a-hole already。きっと天文学的な数字でしょうね。アベンチュリンさん、だからこそ今ここには見逃せない投資があると思わない？
カンパニーの影響力は全宇宙に広がっていて、当然その言葉にも重みがある。あなたの肩書きを使って彼の保証人になってもらいたいの。And he's not gonna do it. あなたは貴重な時間を節約できるだけじゃなく、新しい友達を作ることもできるわよ。He's not gonna do it. それは面白い。それで、その友達は僕に何をもたらしてくれるのかな？それはもっと面白い話になるわ。同じ時計屋の招待客同士、まずはピノコニーで荷ほどきを済ませて、それからゆっくりお互いのことを理解していくのはどうかしら？構わないよ。でもナビゲーターのお姉さんに一つ忠告しておこう。僕が手を出せば、その節約された時間は君たちが僕に与えたものではなく、僕が自分のために勝ち取ったものになる。わかるかい？でも後半の言葉はすごく気に入ったよ。友達、そう、友達以上に貴重なものはない。七死人のような嘘偽りのない開拓者ならなおさらだ。オッケー。これからの僕のピノコニーの旅は、君たち開拓にいろいろと世話になることもあるだろう。ぜひ一緒に楽しい時間を過ごそう。So he agreed. そう言ってもらえて嬉しいわ。それじゃあ保証人の件は？お嬢さん、見ての通りだ。ここは僕の顔を立てて、こちらの男性をチェックインさせてあげてくれ。僕はファミリーのサンデーさんと約束があるから、後で彼に直接この件の対応をお願いする。君には迷惑をかけないようにするから安心して。ですが。Apparently he's not really an asshole after all. あれ、落ち着いてください。And here comes Mr. Sunday. ストレスを与えた状態でお客様を夢に入らせるわけにはいきません。噂をすればなんとやら。And oh look, it's Robin. ピノコニーで最もハンサムな男、サンデー。それに宇宙に名を馳せる歌手、ロビンじゃないか。ピノコニーで最もハンサムな男ですって。本当に面白いわね。Well, what's next? お待たせしました、アベンチュリンさん。こちらへどうぞ。場所を変えてお話ししましょう。His eyes kind of creeps me out, though. 皆さん、こちらで少し休んでいてね。あんたって。Right, let's have a conversation with Robin in the meantime. ちょっとあんた、じゃなくて、あなたはまさか。歌手でイプシロンのスーパースター、傷つく誰かの心を守ることができたならって、あなたの作品だよね。Yep. あら、こんなに可愛らしいお嬢さんまで私のファンなの？あ、やっぱりあのロビンなんだ。まさかこんなところで本人に会えるなんて。私も皆さんにお会いできて光栄だわ。君もそこにいる彼と同じくピノコニーのファミリーの一員なのか？あなたたちと同じゲストなの。ピノコニーは私の故郷だけれど、大人になってからここを離れて、今回は招待を受けて調和セレモニーで歌うために帰ってきたのよ。あなたの言っているサンデーは私の兄で、ピノコニーの意思決定者の一人、そして今回の調和セレモニーの主催者でもある。だからあなたたちが困っていると聞いて、私を連れて助けに来たの。 OK, so before I proceed, right, I won't be if Robin will be a playable characterSometime later in the future, it is most likely that she will follow the path of either the preservation, harmony, or abundance. Because
Her character design and her personality literally screams that she's a support. That's how I see it. But if she's a playable character and she's a main DPS of some kind, I'll be damned. が少し遅かったみたいね。チェックインで不快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。ご心配なく。アレイにはシステムの障害を早急に修正するよう指示しました。またお詫びとして皆さんのお部屋のタイプをアップグレードしましたので、後ほどお部屋にご案内いたしますね。 OK。アベンチュリンさんはオーク家との約束があるため先にチェックインされました。彼に代わって請求列車の皆さんにお詫び申し上げるとともに、今後あなたたちと良い関係を築いていけることを願っています。間に入ってくれてありがとう。だが俺たちだけ部屋をアップグレードするのはまずいんじゃないか。同じように招待を受けた派閥の客も少なくないと聞いているが。ご安心ください。ファミリーが責任を持って対応いたします。ピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的な管理者として問題ごとを解決する義務がありますので、貴重なお時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。これ以上の邪魔はいたしません。ピノコニーでの滞在中、必要がありましたらいつでもファミリーがお手伝いしましょう。夢の中で素敵な時間を過ごしてね。え？はあ、本当に波乱だらけ。あのサンデーさんが保証してくれたならもうチェックインできるはずだよね。 I have not run into any more trouble。 なんて言ったっけ、不幸は重なる。 Wow。不運は幸運の前触れとも言うわよ。Alright。 さあもうロビーに並んでる人もいなくなったし、アレイさんのところに行きましょう。 OK。 Hopefully no more trouble from here on。 請求列車の皆様、チェックインが完了いたしました。先ほどはご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありませんでした。こちらは皆様の無強パスポートです。ホテルのルームキーとなっており、ホテルレバリーで必要な機能や情報が全て集積されておりますので、スマートアシスタントとしてもご利用いただけます。 Right。 またこのパスポートは一つとして同じものがないので、ピノコニーならではの特別な記念品でもあるんですよ。無強パスポートに備わっているチェックイン機能を利用することで、夢の中での出来事を記録していろいろな楽しい体験をしながら自分だけの無強手帳を作成することができるのです。詳しい使い方につきましては無強パスポートに詳しいガイドがございますので、そちらをご覧ください。 Right。 それではピノコニーで美しい夢を心ゆくまでお楽しみくださいませ。客室へはあちらのエレベーターをご利用ください。やった、早く行こう。You received the Dreamscape pass from the hotel reception. Opening it and take a look. The Dreamscape pass is an application automatically installed on your phones. Press here to open it. New handbook page unlocked the referee. More handbook pages will be unlocked as you progress through the trailblaze mission. Record everything you encounter on these pages. Select and record your current feeling on your opinion about the story. Thank you for using the recording for function of your Dreamscape pass. You can decorate the pages of your handbook with collected stickers. Oh, right. I remember seeing this in the special program. No.
Can I use something? Let me use Robin. Robin goes right over. I'm removing Aventurine, sorry. Alright, let's... ...夢の中の世界. ピノコニーは夢を光り輝く 大都市に変えたって言うけど 一体どんな感じなんだろう? Right. Let's do this. この通路を進めば客室エリアに着くわね。ずいぶん長い通路だな。このホテル少し大きすぎやしないか。そんなに高いの。Oh, I saw an elevator.Yeah, it would be much more convenient if I have Topaz so that I can collect all them treasure chests, but unfortunately, I don't have her. Anyway, let's just focus on the, the trailblaze mission. I see no one. やっと着いたわね、みんな。とりあえず部屋に荷物を置きましょう。はい。ベルトは私と先に一杯どう？ピノコニーはスラーダが有名なのよ。話してみろ。俺たちは同じことを考えているかもしれない。列車が受け取った招待状を覚えてる？ああ。ファミリーのゲストをピノコニーに招待いたします。他のゲストと共に盛大な宴にご参加ください。この招待が届いたからこそ、俺たちはここに来た。うん。よく覚えてるじゃない。でも、その招待状には続きがあったの。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えください。招待状にそんな一文があった記憶はないが、そこに何らかの暗号が含まれているということか。そこが考えさせられる点なのよね。ファミリーから届いた招待状はオルゴールで、ゼンマイを巻くとメロディーと一緒に音声が流れるというものだった。でも私たちの手元に届いた招待状は少しおかしくて、再生される音楽の後ろにいくつかの不協和音が混ざっていたのよ。え？その雑音をダビングしたら、列車が跳躍する時の重力波の周波数と完全に一致したの。そして列車のエンジンの空間曲率をシークレットキーにしたところ、さっきの一文が得られたってわけ。七死人がよく使う救援要請の手段だな。A distress call? まだ結論は出せないわ。仮面の愚者のいたずらかもしれないし、手口だけ見ればリドラーや問いかけの魔物にだってできるもの。いつ気づいたんだ？あんたたちがラフの性格を処理しているとき、すぐにパムに知らせたわ。おお、ウィンで全勝ロッパー。自分から彼の相手をしたのか。あのカンパニーの使者も時計屋という名前を口にしていた。おそらく同じような暗号を含んだ招待状を受け取り、同じように解読したんだろう。Venturine? もう一つ気になっていることがある。招待状に言及したとき、あのファミリーの意思決定者は、ピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的管理者として問題ごとを解決する義務があると言った。今考えてみると、あの言葉には限界の意味が含まれていたような気がする。それに彼の横にいたロビンという女性、歌のことはわからないが、彼女の声は少し変だった。
ステージで歌を披露する歌手があんな声をしているものなのか。あんたはファミリーが招待状の差出人ではない上に何か隠し事をしているんじゃないかって疑ってるのね。わあ。ありえない話じゃない。ファミリーが他の派閥を招待すること自体普通ではないからな。姫子の発見は第三者が関与していることを示唆している。列車での発言を撤回しよう。この宴は厄介だぞ。ところでどうして子供たちに伝えないんだ。 I won't be surprised that the Annihilation Gang have a hand in this。 これがピノコニーやファミリーの内部の問題なら私たちが軽率に介入すべきじゃないもの。だが姫子の言うようにこの件は開拓と関係しているかもしれない。ええ、そう言ったわね。だから出発する前に美月ちゃんと炭鉱には話したの。おう。なるほど、知らなかったのは俺だけか。I too just found out about the invite thingy。 あんたは道中ずっと寝てたから伝える機会がなかったの。一体どの勢力が招待状を送ってきたのか。多くの派閥をピノコニーに集める目的は何。 Apparently everyone knows about this rap。 ファミリーはなぜ黙っているのか。今回の旅は謎だらけね。もう少し事実が明らかになるまで無闇に行動することは避けた方がいいわ。当面はパムに頼まれたことに集中して情報を集めながら素敵な休暇を楽しみましょう。ピノコニーは宇宙でも有名なリゾート地。ほとんどの人は一生来られないようなところだから、部屋に戻って休んで準備ができたら無境に入りましょう。部屋に戻らないと。夢の中に入る前にもう少しみんなと話しておこうかな。 Can I at least talk with March first? If I can't find her, I'll just Hey, I see Himiko. Where's March? Huh?You wanna let me talk to Himeko first then? どうしたの？まだ眠らないの？部屋が見つからない？それとも私と話したいことでもある？About the watchmaker. 宴の星について話すなら、時計屋に触れないわけにはいかないわね。時計屋はピノコニーで誰もが知っている大物よ。富、名誉、地位。彼は自らの手で誰もが羨む事業を成し遂げ、夢の象徴となったの。でもこの話がどこまで本当かはわからないわ。時計屋の執事や過去には諸説あって、彼はファミリーの偽りのイメージでしかないと主張する人もいるから、現時点ではこの招待状が本当に時計屋と関係しているとは思わないけど、彼の遺産は人々の注目を集めるための殺し文句みたいね。Above that IPC representative。何か企んでいるカンパニーの使者。口が達者で抜け目のない商人。派手で軽薄なお坊ちゃん。どれも当てはまるでしょうね。これは直感だけど、彼にはまだ表に出していない一面がある気がするの。事情が明らかになるまで。どの関係者とも良好な関係を保った方がいいわ。ただそれと同時に警戒も怠らないようにね。 About that dream journey。 夢の中のピノコニーは12の独立した無境に分かれていて、初めて夢に入った時の行き先は人によって違うらしいの。え？私ならネッサの時がいいわ。あそこの風、酒場、宴の閃光は七し人の開拓の色が強いから、朝露の時も悪くないわね。
ファミリーを訪ねるいい機会かもしれない。予想外のことが重なって時間がかかったから、あんたも疲れたでしょ。開拓の合間にゆっくりすることも忘れずにね。おやすみなさい。いい夢を。はい。I mean, I could talk with the rest of the crew, but let's just focus on the main objective. あんたも興奮して眠れない感じ？うち、もう夢の世界が見たくて待ちきれないよ。Where are you thinking of going? そんなの、黄昏の時に決まってるじゃん。リゾートに来たからにはショッピング天国に行かないと。絶対バッグがパンパンになるまで買ってやるんだから。そんで買い物が終わったら綺麗なドレスに着替えて、ピノコニー大劇場でロビンさんのコンサートを楽しむんだ。 And speaking of Robin、 ちょっと気になってるんだよね。幼児ちゃんも気づいてたっぽいけど、ロビンさんの声なんか疲れてるみたいだった。なんて言えばいいのかわからないけど、いつもとは違う感じがする。うん。もしかしてこの前の銀河ツアーで疲れちゃったのかな。あんな状態でも公演を続けるなんて、ロビンさんって本当にアーティストの鏡だよね。最初は本当に休暇を楽しむんだって思ってたけど、今はこの宴は普通じゃないって思ってる。それぞれの勢力が謎を解いて遺産を巡って争うなんて、まるで探偵小説みたいじゃない？ Right. もしかしたら肉親の仲違いとか、家の没落とか死別とか血塗られた事件とか、そういうお決まりのシーンもあるかも。そしたら超スリリングだよね。March, you better not do some foreshadowing for this entire story quest. ただの冗談だよ。そんなことあるわけないじゃん。Well, enough chit chat. 大丈夫。たとえ空が落ちてきたとしても、幼児ちゃんと姫子がどうにかしてくれるから、うちらはせっかくの休暇を思いっきり楽しもう。Alright. 変だな。なんで俺の部屋のドアが開いてるんだ。あれ？アベンチュリーン。また会うなんて、本当に奇遇だね。We meet again, friend. そうだね、マイフレンド。そう身構えないで。僕は Let's just go with the flow for now. ここ今は君の部屋かもしれないけど、反システム時間前は僕の部屋だったんだよ。Oh. ラッキーな当番号、ラッキーなフロア、ラッキーな部屋番号。この素晴らしい場所を予約するために結構苦労したんだけど、君に譲ってあげたんだ。大切に使ってくれよ、マイフレンド。You were the one who transferred to me? 決まってるじゃないか。まさかファミリーがタダで提供してくれたと思ってたのかい？ピノコニーは正真正銘の夢の地だ。この銀河に生きるどれだけの人たちがホテルレバリーの宿泊券を手に入れるために半生を費やしていると思う？ここに泊まれるのはどういう人たちかよく考えてみるといい。僕が裏で手を回さなければ、ファミリーがそういう大物たちを敵に回してまで君みたいな招かれざる客に門戸を開くわけがないだろ。Whoa. だからほら、座って話をしようじゃないか。感情の面でも道理の面でも僕にはその資格がある。違うかい？What do you want to talk about?
賢い人は話が早いね。簡単に言うと、僕には君の助けが必要なんだ。君は知らないかもしれないけど、ピノコニーは見た目ほど単純じゃない。ここにはあちこちにファミリーの手の者がいる。はっきりとは言えないけど、わかるだろ。僕の目的は単純明快、カンパニーのものを取り戻すことだ。もし君が手伝ってくれるなら、成功した暁には十分な見返りと孫悟の加護を得ることができる。何しろ君は他の人とは違うからね。君は特別。そう、このゲームをひっくり返せるくらいに特別だ。その力を使ってみたくはないかい？あるいはそれから離れたいとか、宇宙に名を馳せたいとか思ったことはないかい？ Oh, he knows. 誰もが恐れ渇望する力が君の手の中にある。 He knows. 性格くん、そうだろ？ He knows.今知ったんだよ。考える時間も欲しいだろうから、今すぐ答える必要はないよ。木が熟したらまた僕の方から君に会いに来よう。 Hey, you didn't answer my question. 君も仲間と相談しようが、逆に僕を利用しようが構わない。何だろうと歓迎する。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。I'll think about it. それでいい。ああ、そうだ。出ていく前にゲームをしよう。何？お互いをよく知るための簡単なゲームさ。こうして知り合った以上、君にはもっと僕という人間の性格や物事の進め方を理解してもらいたいからね。Bing achieves tossing into the air and in the blink of an eye it disappears replaced by two. 左？それとも右？それじゃあ答えを発表しよう。ああ、まだ君がどちらを選ぶのか聞いてなかったかな。でも大丈夫。なぜなら。Now what? ゲームはもう始まっているからね。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。お？断る余地もない。おい。あ？私の部屋で何をしている？君の部屋？わお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 。すごいな。ピノコニーに来て間もないのに、もう他人を仲間に引き入れる術を身につけたのか。わお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 。誤解しないでくれ。さっきは君に注意したかっただけなんだ。ここは人で溢れていて、よからぬことを考えてる奴も多いから。十分に気をつけた方がいいってね。例えばドアを閉め忘れないようにするとか。じゃあ僕はこれで失礼するよ。お兄さん、楽しい時間を過ごせますように。First of all, thanks. どうして出て行こうとしない？え？どうして出て行かないのかと聞いている。はあ、まさか私が間違えたのか。いや、まさか声をかける前に何度も部屋番号を確認したんだが。Whoa, whoa, 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 whoa. What is she talking about? もしかして区画？いや、塔の番号から間違っていたのか。すまない。このホテルは広すぎる上に廊下のデザインも似ているから、
油断するとすぐ迷ってしまって。I have a strange feeling about this. とにかく、あなたが無事でよかった。私も自分の部屋に戻るとしよう。だが、出て行く前にもう一つ質問してもいいか。少し奇妙というか、失礼だと思うかもしれないが、Wait. それでも知りたいんだ。私たちはどこかで会ったことがある。The same exact. Whoa, 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 whoa. Déjà vu? 恥ずかしい話だが、過去のある出来事のせいで、私は忘れてはいけないことを忘れてしまうことがある。だから、こういう確認も日常的にしているんだ。気にしないでくれ。それがあなたの名前だな。こうして会えて嬉しい。Do you still remember me? 忘れたのか。あの男が去り際に言っていただろう。いくら記憶力が悪いとはいえ、数分前のことを忘れるほどじゃない。巡回レンジャー、ヨミ。周りからはそう呼ばれている。That's the exact. あなたもそう呼んでくれて構わない。私たちはきっとまた会うことになるだろう。That's the exact same line as in the dream world. What the hell? Am I experiencing déjà vu? 最後に少し忠告を。決死の覚悟と信念を抱きながらも、それを正しいことに使おうとしない連中がいる。あの男の顔には私のよく知る表情が浮かんでいた。刀を携えていれば何かを切る定めにある。そしてギャンブラーは負けて全てを失う前に必ず背水の陣を敷き、オールインに打って出る。私が言えるのはここまでだ。こういうことは選択する前に知っておくべきだからな。じゃあ私はこれで失礼する。帰っていったけど、おかしい。さっきからずっと変な感じがする。まあいいか。いろいろあったけど、これでようやく眠れる。ん? Now what? Huh? Is there something else? その、すまないが、ロビーへの戻り方を教えてくれないか。この辺りの廊下は本当によく似ていて。Alright, if you show Akron the way, she thanks you again and again. やっと終わった。無教パスポートのガイドの通りに、ドリームプールを操作しよう。It's as if this game is telling me that Akron has some sort of a short-term memory. Right, new content, press L1. Yes, this. It's Akron, yes. The new sticker you obtained are displayed over here, so.Whoa. That's the maximum, and that's the freaking maximum size. Okay, so. This is the maximum size, by the way. I'm pressing R2. Yeah.Right. Next. 親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。
親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。Got a new album round. Alright. Let's jump into the dream world. The sweet voice of a female singer, Robin. Did they use Robin's voice? Right.Feel your body lying down in the center of the dream pool. The icy liquid rises above your waist. Pendulum swings. You wonder what dream you'll delve into and slowly drift into drowsiness. Relax. して体の起伏を感じてください。And just like that.楽園を想像して、夢の地を想像してください。はい。What the? Come back, Misha.Oh, look! It's Dr. Rachel. あれ？君のかっこいい石膏灯は？4分16秒の遅刻だぞ。その時間でアキビリの死の謎を解明したならいいが、アキビリそうでないなら、七死人と問題を起こすべきではないと忠告しておこう。問題？君までそんな風に言うのかい？僕は本当に彼らと友達になりたいと思っているのに、どうして誰も信じてくれないのかな。やかましい奴に友人などできるものか。ここで豆知識を教えてやろう。アティニークジャクは宇宙でも1、2を争うほど耳障りな鳴き声を上げる鳥だ。そして君の身なりは派手なクジャクによく似ている。うん。そのクジャクの羽も誰かに綺麗にむしり取られたようだが、荷物はファミリーに没収されたのか。ああ、あの灰色のスーツを着たやつに全部取り上げられちゃってね。祝い金も奇跡を入れてたケースも。おや、どこに行くんだい。帰るに決まっているだろう。バカのせいで全て台無しになったとカンパニーに報告する。ああ、Already? たかが石ころ数個くらいでそんなに悲観的にならなくても。亡くなったから何だって言うんだ。 Those rocks are important to him though. 君はカンパニーから死刑宣告を受けたツガンニアの奴隷でしかない。それとも君の首にある商品コードも琥珀の王から賜ったものなのか。へえ、いいね、面白い。どうやら博学な友人はしっかり予習してきたようだ。それが僕の仕事だからな。そうでなければどうやって一人のギャンブラーがカンパニーの代わりにピノコニーを取り戻すんだ。安心して教授、方法ならあるから。ファミリーはカンパニーの介入を恐れているからこそ断るごとに対立している。もしかするとピノコニーは最初から調和の陰謀だったのかもしれない。いいかい、あの招待状は自作自演の見せかけだ。おそらく彼らは調和セレモニーで何か大きなことをしようとしている。あるいは招待者は別にいるけど彼らはそれを黙認してさらに大きなことを企んでいるのかも。まあどうでもいいけどね。ファミリーでも時計屋の遺産でも僕の役に立つならそれでいい。要点を言え。方法とは何だ。今はそこまではっきり教える必要はないだろう。まだ切り札を出す時じゃない。くたらしいギャンブラーめ。協力の前提は互いの信頼だというのに。
スガンニア人の幼児教育にはそんなことも含まれていないのか。なら君は僕を信用するかい？それは君の態度次第だ。つまり君も僕を信用していない。それなら構わないだろう。あと僕は教育を受けたことも両親からそんな教えを受けたこともない。僕に何か教える前にいなくなっちゃったからね。おう、すまない、悪気はなかったんだが。気にしなくていいよ。でも両親は僕に友人こそがエビキン人の武器だと教えてくれた。調和が虎視眈々と狙っている状況じゃ僕たちの友人も大いに越したことはない。ガーデンオブリコレクションと請求列車はすでに接触していて、アナイア・レイトギャングは望み薄かな。準備の騎士団は招待に応じるかどうかわからない。パブの連中は、そういえばさっき会った人は巡回レンジャーだって言ってたっけ。何か変な感じがするな。君ちょっと彼女の素性を探ってみてくれないか。And he's gone. いない。そこまで僕を嫌わなくてもいいのに。やれやれ。どうやら自分でやるしかないみたいだ。ロール。いや。ここが夢の地。なんか不気味な雰囲気だな。それにさっき変な音がしたような。I can't move. Right? He stole a piece of openable. What? The dreamscape. Hotel staff の案内に従い、センサーでからお入りください。これはメモか。 Watchmaker's advice. The impossible can also happen in dreams. Find it and then you shall be granted an audience. おーい、僕が見えますか？こっちです。こっちに来てください。医者？聞き覚えのある声がした気がする。額縁の中か。 No! 来てくれたんですね。よかった。思考の回廊へようこそ。ここは黄金の時につながる通路だと思ってください。ちなみに僕はここの案内役です。いてげん。え、僕を覚えていてくれたんですか？嬉しいな。おし、ここは一時的な中継ステーションなので少し簡素に見えるかもしれませんね。無教内のホテルレバリーは今修繕工事中なんです。滞在中に不便をかけてしまってすみません。でも黄金の時に行けばきっとあらゆる悩みがきれいさっぱり吹き飛びますから。 So how do I get to the golden hour? 向こうの門を通り抜けるだけで黄金の時にたどり着けますよ。忘れられない夢を楽しんでください。Go to Pinocchio the Golden Hour? このドアの向こう側に本物のピノコニーがあるのか。楽しみだな。I see where it is.Now what? Game. I expect you to load faster. Oh, yep. We have been loading. Huh?What the hell? Oh.
Wait, this is in the dream world? The Dragon Ball reference! Oh! It's Sunday and Robin! Are we in heaven? Don't worry. We finally reached the Mukyo. Oh, so this is the dream world. こちらの客人は現実から無境への変化に慣れていないようですね。ですが心配はいりません。そうした無重力感は初めて無境に入った旅行者によくあることですから。ロビン、私たちの友人がこの美しい夢に順応できるよう手伝ってあげてください。任せて。Robin gives a slight nod to her brother, then locks her emerald gaze with yours. She smiles and you see it rippling shimmering in the depths of her lake green eyes, followed by a mighty vortex emerging from the depths of the blue. Your vision dims as your body dissolves, becoming one with the fluidity of time and space. You resonate with and become attuned to the seeming fusion of frequency. Your heart drums leading this symphony. Choir starts, inhale, they sing, now exhale. A gentle warmth animates from within, saturating every inch of your being. Your melodies slow down, fade away like a lullaby. A silver colored vision delicacy caresses the top of your head and closes your eyes. In movement tender and compassionate, you feel contentment and drift into a deep slumber. You open your eyes and feel a vitality like no other. The difficulty you were experiencing a moment earlier feels like a distant memory. これで無境を完全に掌握したわ。ようこそ、ピノコニーへ。What was that sound? ハーモニーよ。ご心配なく。彼女はあなたが無境の中で自分の体を自由に動かせるよう調和の共鳴を利用してあなたを調律しただけですから。え？ピノコニーの夢の本質は奥質が構成する世界。その性質を掌握しなければその中で自由に行動することもできません。例えば泳ぎを覚えたばかりの人は浮力に適応できずに水に沈んでしまいますが、体が水の流れに慣れれば自然と水面に浮かぶことができるでしょ。 This is deep. はい。ですが奥質に対する私たちの理解は表面的なものにすぎません。ガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーを除いて普通の人間が奥質を思い通りに操ることは難しいのですが、ご安心ください。調和の調律の下では基本的に現実の物理法則に基づいて夢の世界の仕組みを理解することができますので。あ、これは失礼。また職業病が出てしまいました。私はこの人に教えたがる癖を改めることができないのです。気にしないで。Wait just a minute. 兄様はいつもこうだから。私たちはお先に失礼するけれど、あなたはファミリーが作った美しい夢の楽園を楽しんでいってちょうだい。じゃあね。これ。You know what this reminds? You know what comes into my mind as of right now?Inception. This literally reeks of Inception. Send messages even in the dream world? This is literally Inception right over here. This is literally Inception.Different dreamscape. Moment of dusk. Auction. Okay. Golden hour. Dreamscape sales stores there is super famous. Right. 無境ショップ。
見に行ってみるか。賑やかだな。こんなにたくさんの人が無境の中で暮らしてるのか。So you're telling me all of this is the dream world? What the f**k? びっくりした。看板が動いた。Yeah, the billboard literally moved.地図の通りならあれが無境ショップだけど、あれはメカ。 What the hell? 請求列車の開拓者様、ようこそ無境ショップへ。 How do you know who I am? それが精神分析というものです、ミスター。このエドワード、いつでも喜んでお手伝いいたします。ここはいろいろな面白い無境を体験できる場所。クラークフィルムの作品から個人の寄付に至るまで何でも揃っていますよ。私の推測が正しければ、あなたは初めてピノコニーに来た。そうですね。 Yes。 ご安心ください。私は最新の注意を払い、お客様が最初の無境を購入するサポートをいたします。夢の中でオーディオビジュアルの宴を存分にお楽しみください。分析が完了しました。この夢の青なら気に入っていただけるでしょう。これは匿名の個人から寄付されたものなのですが、中に入っているのは逝去したアイオン、アキビリの記憶だと言われています。キビリ、この夢の青はあなたにぴったりだと保証いたします。Is this the memory of Akivili? 私は夢の泡の中身の真実性に対していかなる保証もいたしません。夢は夢、それを楽しんでください。 Hey, you didn't answer my question, buddy. 目を閉じて夢の泡に額を当ててください。請求列車の開拓者、罪を認めるか。あ、Am I Akivili now? この夢の泡の内容について私は解釈的または暗示的なコメントはいたしません。この中であなたは夢の泡の主の記憶を共有して、彼が見聞きしたことを体験するのです。そして夢の泡の中の曖昧な部分についてはあなたの潜在意識が自発的に類似の概念を抽出して保管します。お前が犯した罪は許されんものじゃが、車掌として全員の義務労働の権利を尊重する。真面目に大掃除しろ。ああ、申し訳ありません。この夢の泡を収録したとき、すでに一部の音声トラックが失われていたのです。おそらく、奥室も言葉にできない声は読み込めなかったのでしょう。ですが、体験を向上させるため、この夢の泡に調整を加えることは可能です。つまり、誰かの声を選んで、アイオンの声として当てられるということです。あなたがよく知っている人物の声であれば、私が潜在意識を完璧に復元して差し上げましょう。Does this have to be the voice of someone I'm close to? はい。声の再現度に要求がない場合は別ですが。No. さあ、お選びください。できる限り、あなたのご要望にお答えいたします。Anyone else?
myself in a different gender. 別の性別もあなたですか？少し難しいリクエストですが。 That would be 石川由依さん。 問題ありません。 私は常にあなたのご要望にお答えいたします。 再現が完了しました。 これでさらに無形を楽しめるようになります。 OK、let's see。 では、お前、そして他の乗客は以下の悪質な事件に関する責任を認めるか。お前たちはスノーモービルで大気圏競技場に乱入して会場の秩序を乱した上、試合を中断させた。 I can't stop you。 そして20名の開拓者がお前たちと一緒に3ヶ月の無償労働を行い、スタジアム外壁の激しい損傷を修理することになった。罪を認めるか。認めるよ。It is Ishikawa Yui-san's voice. For those of you guys who didn't know, that's Mikasa from Attack on Titan and Violet from Violet Evergarden. I think that's pretty much the roles that I do know of as of this moment. So yeah. And yes, she is the voice of the female Sail Mesa. For those of you guys who didn't know. part of me wish I could have chose the female Blazer at the start of the game. Continuing! お前はハイアイ法律動物園に侵入した後、列車のハンコ博気分の予算を使って250匹のノーズウォーカーの幼体を購入し、それをトイレで飼い無限に増殖させた。その結果、他の車両を大量の汚水でいっぱいにするという事態を招いた。罪を認めるか。No problems, yes. 認めるよ。お前たちは食堂車のキッチンに侵入すると、そこを消毒する必要があると主張した。 It's as if I really wish the female trade visit as a against the criminal. 部会の消失が確認された。さらに冷蔵庫上段にあった最後の列車鍋を持ち去り、車掌を飢えさせた。罪を認めるか。それは自分でやったんじゃないか。まあ確かに列車鍋は持って行ったけど。うん、偉そうにするな。まだ言い終わっとらんぞ。Oh god, what have I done? アーカイブ一括消失事件。I could have chosen March or May. Nah, let's not go with Miko. I'd rather pick my. 攻撃事件。車掌専用おやつ保管金庫侵入事件。I could have chosen other voice, but the moment I saw myself but in a different gender, yeah, that one, that's the one. hold on, what do all these have to do with Akibili? などなど、計46件もの悪質な事件。46 cases of malicious conduct? Wait! ごめんね。僕は本当に世界最悪の七死人だ。Wait just a minute. 46 cases?Why does that conversation remind me of that one Myriad Celestia trailer where it's we got the where 46 cases that was conducted by the Stellar One Hunters?
And then the scene 47 is basically the Japala Rebellion. Does the Trailblazer, or should I say, does Akibiri have something to do with this? Continuing. まさか僕よりひどい人がいるのかい？もちろん。誰？あの列車を真っ二つに爆破したやつじゃ。The guy who blew up the train into two pieces. Who? この夢の泡の内容は以上となります。何か感想はありますか？Fascinating. これはあなたの潜在意識にある願望に最もマッチした夢の泡。繰り返し干渉したければ信用ポイントで購入することもできますよ。 So that first dream bubble for free was just a sales pitch, huh? この夢の泡が高価であることは認めますが、もう少し考えてみてください。いかがですか？お買い求めになりますか？Buy it. I have tons of money anyway. ありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。I have tons of money anyway. ああ、そうでした。当店で初めて夢の青を体験されたお客様にこの記念ステッカーをプレゼントしているんです。Oh. これで無教パスポートをデコレーションして唯一無二のピノコニーの旅を記録してください。すぐに七種人の手がかりを見つけられると思ってたけど、やっぱりそう簡単にはいかないな。あっちに逃げたぞ、捕まえろ。なんだ、何の騒ぎだ。ファイアフライ、ファイアフライ、逃がすか、この密航者め。ストーウェイ、ごめんなさい、手を貸して。May I help you? お前ら、やつには共犯者がいるぞ。ちょうどいい、まとめて捕まえろ。What? Wait. We fighting already? What? 争いに意味はない。 Hey yo, what? Buddy, what am I looking at? 眠るといいわ。Rules are made to be broken. うちってばなかなかやるじゃん。動かないでね。今祝福してあげるから。殴ったね。Wait, what? Energy boosted? たまには真面目に行こっか。What? What? うちのとっておきをくらえ。Hey yo, what? Oh, now the TV is pissed. Yeah. 今さら後悔しても遅い。は？手の施しようがないわね。始めるか。いや、逃がさない。生死虚実、一年のマナー、同点研究、勝負一角。Be gone.
悪い子ね。おやすみ。ついてないね。やっ、まだまだだな。OK。騒ぎを起こしたくはない。争いに意味はない。たまには真面目に行こっか。うちの Very interesting. And good night. もういい、お前ら。その辺にしておけ。お、ビラジャー。長官。ったく、お前ら何やってんだ。目を大きく開けて見てみろ。このお嬢さんは俺たちが探してる密航者か。この人は誰。知らないのか。茶色の髪、灰色のベスト。この方は調和セレモニーのためにファミリーが派遣した保安官だ。そうか。長官、我々は密航者を追っているところでして、この少女はとても怪しい。彼女に違いありません。若い、もう一度よく見てみろ。目撃証言によれば犯人は銀色のやつだ。なのにお前が捕まえたのは銀髪の女の子。銀色と銀髪を一緒だと思ってるのか。しかも客人と喧嘩までしやがって。 A guy with silver hair。 もういい、さっさと行け。あとは俺が対応する。Sam? Are they talking about Sam? いや、本当に申し訳ない。大切な客人の前で恥をさらしてしまった。俺はハウンド家のギャラガー。あのバカどもは俺が育ててる子犬なんだが。Bloodhounds, okay. まだ若いこともあって経験が浅くてな。俺の指示を誤解してピノコニーの大切な客人を犯人扱いしてしまったようだ。本当に失礼なことをした。ハウンド家を代表して心から謝罪する。すまなかった。 So who's the silverhead guy? ハウンド家は無教の番人で、ここで密航者の取り締まりをはじめとする。Hey, you didn't answer that my question, buddy. 先日、無法者が宴にかこつけてピノコニーに侵入したという知らせが入ったんだ。今はちょうど調和セレモニー前夜だからな。実際、よからぬことを考える奴も少なくない。安心してくれ、お嬢さん。これはきっと誤解だ。こんな可愛らしいお嬢さんが密航者のはずがない。ありがとう。ギャラガーさんが助けてくれなかったらどうすればいいかわからなかった。なに、大したことじゃないさ。俺は他の用があるから先に行くが、何か困ったことがあったら近くにいる子犬を通して連絡してくれ。それじゃ、この夢を楽しんでいってくれよな。はい。さっきは君のおかげで助かったよ。危うく連れて行かれるところだった。Collecting baseball at your service. 面白いこと言うんだね。今気づいたんだけど、君って七死人だよね。ピノコニーに来るのは初めて。How do you know? 君が請求列車のバッジをつけてるから、スクリーンで見たことあるんだ。Oh. 君たちが銀河の各地を旅してることも知ってる。今回はファミリーに招待されてきたんでしょ。私、君を案内してあげられるよ。
ハウンド家には密航者と間違われたけど、私は地元の人間なの。おしさロコ。ハリスケの役者で、ホタルって言うんだ。まあ、ただのエキストラなんだけどね。公演がないときは、グラークストーリーの近くでガイドの仕事も引き受けてるの。もしよかったら、いろんな面白いところに連れて行ってあげる。ちゃんと仕事をしてれば、取り締まられることもないだろうし。That's awesome. I happen to need a tour guide. 気にしないで。君には助けてもらったからね。こっちこっち。この機会にここのことを知るのも悪くないな。はい。ようこそ。皆様、お気をつけて。Very cute design now. It is. And also, ほとんどの人が夢に入って最初に行く場所といえば、オーディショッピングセンター。ここの無教ショップはすごく有名なんだ。その他にもいろんなブランド品とか洋服とか流行のおもちゃ屋さんとか、それからカーディーラーまであるの。十分なルーサンコインがあればどんなものだって買えるよ。え？そういう商品は夢の中で使えるだけじゃなくて、追加サービスを利用すれば現実世界に持ち帰ることもできるの。でもカーディーラーの窓口は最近公開されてないから、車を買うのは別の機会にしてね。ワオ。ショッピングセンターの外側は広場になってるの。こっちに来て、美味しいものをご馳走してあげる。オッケー。 Let's follow Firefly then. I'll be damn if she's a playable 5-star character. ここだよ。夢の中では上が一番貴重なスパイスだって話聞いたことある？ここにはピノコニーを代表する料理がほぼ全部揃ってるの。クロックピザにオークロールにルーサンサラダ、あと定番のスラーダも。好きなものを選んでね、私がおごるから。Thank you.That's very nice of you. どういたしまして。Again, I can't zoom in because there's one thing I kind of want to highlight. Wait, there is a method. How do I do this? I believe it's L3. There you go, that's more like it. But there's one thing I would like to highlight.I'm so sorry to all the ladies, but for a cute character like Firefly, she busts the AF. Like, not to the extent of she's oversized, but just the right size. Like, holy crap. I'm not kidding you, like.You're saying what I'm seeing, right? Like, I will admit, she's cute, but also at the same time, can I go forward a bit? Her assets. So, as I was saying, right, at the start of this trip, this mission, where I won't be surprised that Firefly is the central
attention of this entire Panacone story arc, and she might be the first casualty in this story arc. I won't be surprised. If that happens, I will go absolutely livid, because for a, such a cute character with such fine assets, I will go absolutely livid if she really is the first casualty for this story quest. Alright, enough looking. Wait. Oh, I'm supposed to talk to this guy. This is Panacone's most iconic dish. Take your pick, it's my treat. If I were to go, how about let's share some ice cream, okay? Oh, it's a buff item. And then some champagne as well. Yeah, ice cream and champagne, because why not, right? Jumoshita? Ja, okaike suru ne. Atashi, kono omise no oak roll ga daisuki nanda. Mainichi hitotsu wa tabeteru nda yo. And those high in calories? Daishoubu. どうせ夢の中だから、right. 歩きながら食べよう。次の場所に行くよ。 Alright. この人にお子様メニューは。 Next stop. なんで夢の中でも列に並ばないといけないの。あ、ここがさっき言ってたブランド品のお店ね。もう少し進むとグラークストーリー、黄金の時のメインストリートだよ。はい。ほら、こっちだよ。ついてきて。カミン、カミン。こっちこっち。面白いもの見せてあげる。Like I said, I'm coming, lady. Chill.この像はピノコニーの有名なキャラクタークロックボーイ。ピノコニーの一番歴史のある有名なアニメで、美しき夢の街で暮らす主人公クロックボーイとその仲間たちの冒険を描いてるの。これまでに1万話以上放送されてるんだよ。This character design is a littleそれリスト。それはアニメがレトロなスタイルだからかも。でも知ってる？クロックボーイのモデルってあの有名な時計屋なんだって。ウォッチメーカー？知らないの？時計屋はピノコニーの歴史上の伝説的な人物で、無境世界の創始者、夢を現実に変えた人なんだよ。Oh, okay. 時計屋の羊については諸説あってね。宇宙から来た商人とか監獄制の囚人とか、はたまた時計屋はただのシンボルで、そんな名前の人は最初から存在しないって主張する人もいて、誰も彼の素性を知らないけど、誰もが彼の成功を再現して次の時計屋になりたいと思ってるんだ。彼の自責は銀河に伝わり、夢を抱いた人たちが次々と押し寄せてきて、次から次へと宴会を開き、今の宴の星を作り上げた。だからピノコニーでその名前を知らない人はいない。アニメのクロックボーイはおっちょこちょいで自慢話が多いけど、私ね、時計屋は七死人だって説を信じてるの。だって夢を開墾するってすごく開拓っぽいもん。
今ふと思ったんだけど、もし時計屋が本当に七死人だったら、彼は君の大先輩ってことになるよね。ねえ、彼と記念写真撮りたいと思わない？撮りたいなら私が手伝ってあげる。I know how this goes. You're gonna charge me a lot just for taking the pic, aren't you? もちろんタダだよ。何言ってるの？はい、はい、はい、はい。お。Now, is it the feather? Yeah, the eyelashes. あれ、どうしたの？クロックボーイの顔に何かついてる？The eyelashes are beginning to be pulled out, which feels a little too much like a dream. No. I'm not gonna do a combinatorial feature. No, let's just yoink. Go to the tree. After laying out a drop of chip, the blood flies away. Before it left, it seems to have offered some kind of reward. The main thing is that you need to go to the tree first. Tree? Perhaps you can meet it again there. See, just. Rock Boy の像がどうかした？なんで急にジャンプしたの？ Oh, wait a minute. She can't see it? かくばった小鳥。でも私は何も見てないけど。Oh, only him? 君が大丈夫なら次の場所に移動しよう。ここからそう遠くないからついてきて。折り紙ブーツ。はあ。夢はもう目の前だ。あの遠くの建物が見える？あれが有名な大劇場。ピノコニーのもう一つの重要なランドマークだよ。グランドシアター。オッケー。すごく独特な輪郭をしてると思わない？現実世界ではあれはアスデナの中央監獄だったの。それをファミリーが無境の中で回収して、今みたいな光り輝くピノコニー大劇場になったんだ。え？建てられた時から大劇場は夢の世界のために調和の歌を奏で続けてる。そして一琥珀期に一度の調和セレモニーでは、ファミリーのメンバーが劇場に集まってハルモニア聖歌隊を迎え、ピノコニーに永遠の平和の祝福をもたらすの。私たちがいる場所はまさに黄金の時の最高の展望ポイントなんだ。ほら、ここには特別に望遠鏡が設置されてるでしょ。もうすぐコンコハク期の調和セレモニーが始まるから、早めに席を取りに来てね。オッケー。Continuing。次は楽しく遊べる場所に連れて行ってあげる。Oh, it's kind of nice to have someone. この先はスラーダレクリエーションエリア、エディオンパーク。ここは人が多いからはぐれないよう気をつけて。ここは黄金の時で一番規模の大きい公園で、ピノコニーのソーダ文化のシンボルでもある。あの超巨大なソーダボトルがスラーダ社の本社ビルだよ。スラーダの起源は監獄時代に流行った甘い薬で、スーサさんが発明したからスーサ水って名前が付けられたんだって。それから青函商人のエディオンがビジネスチャンスを見出してスーサ水のレシピを買い取ったの。
彼はそれに大量の気泡を加えてスラーダと名前を変え、さらにシロップ主義を打ち立てた。スラーダを飲むことは新しい生活様式だと主張して、それによって今日の奇跡的な成功を収めたんだ。知ってる？スーサ水の最初のレシピでは夢見草っていう今では絶滅した原料が含まれてたの。だから今ではピノコニーの夢でしか初代スラーダを味わえないんだよ。はい、before I proceed, I mean it's kind of neat that this Pinocchio story quest, right, where we get to explore the entire Pinocchio with someone having as a guide, which is kind of a neat, to be very frank. But let's just continue on. それにここでしかシロップ主義の本当の意味を理解することはできない。She abruptly freezes in the fleeting moment. You notice a conscious shift in the girl's gaze, piercing directly into your brow, or somewhere behind you. What are you looking at? Firefly returns to a warm and gentle disposition. 時間は人を待ってはくれない。早速だけど、いろいろ案内してあげる。Yeah.この自分たちを演奏してる楽器はスイートドリーム劇団って呼ばれてる。ピノコニーの夢では多くのものや設備が屋室の影響を受けて自我を持ってるの。それがファミリーに飼いならされてゲストのためのスイートドリーム劇団になったんだ。でもそうしたものも危険な感情や記憶に影響されてあちこちで悪さをするナイトメア劇団になっちゃうことがあるから、うっかり遭遇したら必ず近くの警備員に助けを求めてね。 OK、 あそこにアトラクションの管理人さんがいる。管理人さん、こんにちは。私の友達は初めてピノコニーに来たんだけど、彼のためにエディオンコインを交換してくれない？もちろん構いませんよ。無教パスポートを見せていただけますか？おわ、氏名は、はい、パスポートとコインをどうぞ。楽しい時間をお過ごしください。コインは全部で何枚ある？全部で10枚ですね。これでピノコニーのいろいろなアトラクションを存分に楽しめますよ。ありがとう。ほら、近くのアトラクションを体験してみよう。とりあえずの目標はコインを全部使い切ること。Let's live it to the fullest。 うん、思いっきり遊ぼう。どれから遊ぼうかな。君は初めてここに来たわけだし、一番簡単なやつから始めよっか。夢の並び替えとかラッキールーレットなら簡単に遊べると思うよ。ジミースロッツ and ラッキーウィル。はあ、私を待ってて。 It is、 she's following us。What is this? Okay. Wow! いきなり当たった。調子いいね。Another A prize.What is this? Sour Dream Soft Candy. Another A prize. What do we have over here? Tatters of Thoughts. Memory Zone Meme Drop. What the?
What kind of a naming is that? Oh! Super big price? This is tempting me to pull for Black Swan, but... Find Firefly and bring the sightseeing to an end. Hold on, before that, right? More moments later. Are you doing? You're tired. Just good. I'm a little tired. Can you take a little rest at the drink bar? It's fun. Are you enjoying it? This dream land.ピノコニーの黄金の時ってすごいと思わない It's nice. You sound a bit sad. 別に悲しいわけじゃないの。ただ、この夢はあまりに慈愛に満ちていて、寛容すぎると思っただけ。広大で深くて、まるで大海原のように、名もなき小さな人もその中では安心して眠ることができる君が助けてくれたこと本当に感謝してるのそのおかげで私はこの楽園を紹介することができるから私はここに属さないけどここは私を受け入れてくれた私もここを愛しているから他の人と共有したかったんだ、うんHold on a second. Aren't you a local? 私は少なくとも今はそのもう少し近くに来てくれる？もっと近づいて君に聞きたいことがあるの。Okay. ねえ、君はピノコニーに一人で来たの？I am, at least for now. そうなんだ。わかった。気づいてるかどうかわからないけど、私さっきから君を連れて遠回りしながら、いろんな場所を案内してるの。それは誰かが君の後をつけてるから。うん？振り返らないで彼のターゲットが君なのは間違いない私たちがギャラガーさんと別れた時からずっとついてきてる Is it Sam? 君の友達かなと思ったんだけどなんとなく違う気がしてその人の身長は180センチ前後誤差は5 feet inch tall 体格はたくましくて明らかに鍛えてるのがわかる歩幅は大きいけど足音は聞こえないとても軽快でこういう歩き方は足跡が残らない彼は戦闘に長けてるみたい特に秘密裏に行われる戦闘に手のひらは大きいけど指は細長くて柔軟多分刃物の扱いに慣れてるんだと思う探検とか What the hell is Sample doing over here?そういう人を知り合いにいるマインネットのコート It is Sample! ダークブルーの髪あ、来たおや、僕の大のお得意様開拓者のお兄さんじゃありませんか本当に久しぶりですね What the hell is he doing over here? ここであなたにお会いできるとは思いませんでした。いやはや本当に運がいい。What brings you here? 僕に会ったことがそんなに意外ですか？これもすべてあなたのおかげ。ヤリーロ6の門戸が開かれたんですから。Hold on a second.Well, I have this dessert. Oh, yeah.
美月さん、僕のことを忘れてしまったんですか？ベロブルグではあんなにあなたたちを手伝ったのに。Buddy, that's Firefly. あたしはホタル、アイリス家の役者だよ。ああ、そうでしたか。やっぱり。それほど時間が経ってないのに、こんなに大きく顔が変わるわけありませんもんね。お会いできて光栄です。僕は散歩。彼の古い友人です。No, we're not. We're not all pals, buddy. Firefly, let's get the hell out of here. These guys are そんなこと言わないでくださいよ。せっかく会えたのに、どうして行ってしまうんですか？サンポさんはピノコニーで何をしてるの？何をしているかって？お嬢さん、面白いことを聞きますね。あちこち歩き回って、白昼夢を見て、休暇を過ごしているだけですよ。As if I'm gonna trust you. 他にできることなんてないでしょ？あ、そうそう、ちょうどよかった。せっかくピノコニーで会えたんですから、よければ僕に。この近くを案内させてもらえませんか？ No, 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 no. I'm not, I already have my own tour guide. ホタルさんは本当にピノコニーのことをよく知っているようですが、大人の遊びについては僕の方が一枚上手かと。 No, 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 no. I rather have this fine lady right over here as my tour guide than this monkey ass piece of a con man as my tour guide. So let's get the hell out of here. 大人の遊び。どうやら図星のようですね。さあ二人とも、この散歩が大人の世界を体験させてあげましょう。散歩さん、ホタルさん、何を心配しているんですか？安心してください。誓って公序良俗に反することではありませんから。少しは考えなさい。反対側に行くには長い距離を歩かなければなりません。二人ともピンボールマシンで対岸までジャンプしましょう。ピンボールマシン？この人はまだ無境に慣れてないから危険だと思うけど。危険？ホタルさん、これはファミリーの美しい夢。どこに危険があるというのですか？夢の中だからこそスリルを求めないと。さあお兄さん、あなたならできると彼女に証明してあげましょう。バブルピンボール、How do I move? Oh, there you go. Oh, cancel.
商業エリアの仮想？ええ、僕たちが行こうとしているのはこの先にあるピピピピ氏のサロンです。このサロンは少し変わっていて、ピピ氏人以外はビップカードを持った顧客しか入れないんです。ま、この散歩にできないことなどありませんが。 This better not be something fishy, buddy. おや、用心棒のお兄さん、また会いましたね。うん、ああ、あんたか。また来たのか。はい、今日は友人二人とここで遊ぼうかと思いまして。サロンの席はまだ空いていますか？何人だ？三人です。ビップカードを見せてくれ。はい、どうぞ。その友達二人のカードだ。あんたのはもう見たからな。おう。ああ、それは僕の友達は初めて来たんですから、ビップカードなんて持ってるはずないじゃないですか。僕のカードで融通を聞かせてくれませんか？この二人の身元は間違いなく信頼できると僕のカードで保証しますから。それは無理だな。ルールを破るわけにはいかない。カードがないなら帰ってくれ。As expected. 入れないみたいだね。Indeed. Oh, get it. 慌てないでください。何か方法を考えますから。あ、そうだ。用心棒のお兄さん、こうしましょう。僕たちは中に入らないので、代わりにあるものを取ってきてもらえませんか？We're gonna sneak in on you, you bastard. 裏切りを選んだ瞬間、疑念の暗雲、死んでも消えない恨み、ボマーのお姉さんにピエロが用意した素材だと伝えてください。きっとそれで理解してくれますから。What are you talking about? ほら。強烈な感情ですよ。どうやって使うかについては今は秘密にさせてください。わかった、彼女に伝えてくる。あんたたちはここで待ってろ。ほら、取ってきたぞ。彼女はそれだけじゃ足りないから、ついでに砕けた夢も一個入れたと言ってた。 Broken dreams? どうするかはあんた次第だってな。あはは、やっぱりお姉さんは気が利きますね。ありがとうございます。これってあと一つになりました。近くのアーケードゲームを探さないと。あ、これは運がいい。サロンの入り口に一台ありますね。行きましょう。あなたたちに面白いものを見せてあげます。Investigate the suspicious television. それってテレビ？このテレビどうして道端に捨てられてるの？違いますよ、ホタルさん。これはアーケードゲーム。それもパンクロードのような電子ゴミではなく、もっと無教の雰囲気にマッチしたゲームなんです。さあお兄さん、試しに触ってみてください。何が起こるか見てみましょう。Why don't you try it yourself? そんなの、あなた自身に体験してもらいたいからに決まってるじゃないですか。もちろんこれはただの提案ですから、やりたくないなら構いません。僕が。The two almost synchronously turned their gaze towards you, or perhaps more precisely, it was three of them, including the guy with the trembling, oversized nose and sunglasses on the screen.
You know it's time to make a choice, so do you want to take a chance and touch his television to see what intriguing event might unfold? Seems like I'm left with no other options. Right. It's more what? Sonna. Uso. Doushite konna koto ni? Oh, crap. Your name is Hanu, a candid and taciturn figure, a signature of justice and leader of the werewolf force, secretion and conversion arms from Fendakoni's famous long-form cartoon Clocky. You suddenly protect the peace of Dreamville. According to your character trait, you can only make a cool grunting noise as a response right now. Sample, you piece of... Can I just go back in? Oh, I let out a grunt sound that sounds cool. Oh, 本当にすごくかっこいいですよ。それでどうして彼はこんなことになっちゃったの？わかりませんか、ホタルさん。彼はさっきこのテレビに吸い込まれ、ブラザーハヌと体が入れ替わったんです。待ってください。もう少し詳しく見てみますから。見てください。これは。ちびっこハヌの大作戦。アヌスアベンチャー。ストーリー紹介によると、ボスストーンの不思議な装置によって体を小さくされた主人公は、ハラハラドキドキの大冒険を繰り広げながら、小さな体で美しき夢の街を救わなければならないようですね。このブラザーハヌがアニメでやっていたことを再現するか、もう一度このテレビに触れなければ、元には戻れないようです。 You know what? Screw you. I'm just gonna touch this TV, man. あ、ここに入り口から入って冒険を始めると書かれていますね。そこから中に入って挑戦を始める必要があるようです。応援してるからね。頑張ってください。Looks like I have no choice but to enter the doorway and begin my adventure. ブラザーハヌめ、ついに捕まえたぞ。見るがいい、どれほど小さくなったことか。これで俺の手のひらからは逃げられないだろう。どうだ、閉じ込めてやったぞ、かわいそうに。今て。
Yoink! Oh, okay. This better be the treasure. Is it not? Wait. Oh. After going all around, you find yourself at the entrance to the Boarstone's maze. Okay, let's touch the television and turn to normal. Lucky the Firefly. Screw you. Screw you, Sample! Screw you! Do you have anything to say, Sample? Really, 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 really
あとは夢を見るだけ。二人ともついてきてください。あなたたちに本当のエンターテインメントを味わってもらう時が来ました。 Oh, rather. Return to the Dreamscape Sales Store。Shortcut.無教ショップへようこそ。このエドワードがご用件を受けたまります。請求列車の開拓者様、またお会いしましたね。今度は二人の面白いご友人もご一緒ですか。どうもドクターエドワード、今日は友人に面白いものを体験してもらおうと思いまして。わかりますよね。もちろんですとも。スリルを追い求めるお客様は大歓迎です。それではあなたの無教を読み取らせていただけますか。ええ、僕のを使ってください。昨夜のやつがちょうどいいと思います。え、何をするつもり。I think I know where this is going. こちらは常連のお客様を対象としたサービスです。最近体験した夢を渡していただき、それに関係する感情を加えることで、繰り返し体験できるカスタマイズされた夢の泡を作ることができるのですよ。What's so fun about this? わかってないですね。作った夢の泡が面白いかどうかはあなたが見た夢次第。誰でも目が覚めた後、まだ続きを見たいと思う夢を見ることがあるでしょう。続きを見たいと思う夢。ホタルさんは興味津々のようですね。少々お待ちください。デモンストレーションとして今回は僕の夢で試してみましょう。材料はご用意いただいていると思いますので、それを私に渡してください。ご寄付に感謝いたします。読み取りが完了しました。
奥室を調整、夢の泡を生成しています。生成が完了しました。目を閉じて額を夢の泡に当ててください。さあお兄さん、楽しい時間を過ごしてください。 I hope this is not what I think it is. Oh, the loading screen is different. ここはどこ？ Wait. ここはベロブルグ仮想部の診療所？なんで誰もいないんだ？Yes, what should I do now? 慌てる必要はありません。まずは夢の中の夢の感覚に慣れることから始めましょう。Yeah, this literally screams Inception. This literally screams Inception. これはまたメモか。Become the garbage king.So the trash bags have long been broken. わかりませんよ。僕が夢を見たときはこんな場所には来ませんでしたから。I think I know where this is going. そういう細かいことは気にしないで、そろそろ外に出てみませんか。あ、驚かないように気をつけてくださいね。Garbage bag, garbage bag everywhere. Yep, I knew it. これってこれってどういう状況？Why are there trash cans everywhere? 根の垂れ駆的天やワイシレトヒムソヒニカナノメイマナーハハエマナの下はハツジ遺体タツニミキノルアガン給与士マキミ軍キミゴタルタロフルアハトコ大気をエマナのリアデウオのチタシワハレカルアモデンニンバのミゴのテベスのヤロコリワスニザウヨギケスタオゴバミゴナヨキンケエサオオコバミゴナウボウテシトエズシーのベロブルグワレカセサイテンアオタフのゴバミゴのチタシタウタイテレクテシニグスツマオダラカニノノあの者を湯地を立つたり、お日の子にもたたパンか、立つまして、セラモクをめのれか。はでまい、くなもとコルキムタカを、耳にけカビヨのちたしたわ。下たしを、こばみごいしずま。るいてめしかずはくなも、うゆりをこばみごなつじをゆち。バディ。When I read this, the name Shatana, right? It's literally Natasha spelled pronounced backwards. What the shit? You know what? Let's just go through this section and be done with it for today because, What was supposed to be a sweet moon, sweet poor guy kind of a moment and then turn into this kind of a disaster. This lame ass dingy. Are you saying you want me value all together? そう言ってるみたい。あやじれそう。熱リセクリアイケ。
What do I need to do? ジェラツとヒワトコ、イタイラモテシニミニキ、シウホイカラカウノクオチタコバミコ、シカノイランシ、テレニテツツミ。Help the trash cans with their troubles and collect. リナトオナタラワミキ、テイキヒオチタシタワ、ルキデガトコオカタタオオノノモセニ。アサ、トヒムソヒニカナノメユ、ワルデンヨウミキガイメシ。全体何がなんだか。Oh, I kind of abandon ship because fine. Obtain 3 proof of trust.Right, let's start things off with this courageous can. Nota koki karako. Kokaki. Karakola! Oh, okay. Dota dida. Kiriko, Kashinoa. Sakoki ga. Dulilala.いやカリゴルガーキガーコリガラガラゴガキガー Wash the trash cans inside the crowd into the treasure trove, tearing open bag after bag of garbage and pouring the contents into their torso. One down, two to go. Ha, Naruta da.カガマタスダラディハロロドダラタディダラダダラテドモヨモヨワドワロカトロトロワロカラコラカジョンクラスタワー You're having way too much fun with this trash can me You're having way too much fun with this trash can me ダラダドダラダタダバチョコザラダチョコゴルマカダカダルダドザルダダラボポトジャラジャラゴトイメパララノノガイノノガイタニマニガオダコキゴマイカゴノモオナオキゴナオマトマカガ My choice?パパド、ヨネイレギマ。オドカノモカ、イシコノノカカ。イラハラコ、ガラキカ。Right, that's the second one. Is this the third one?僕はハノンチョアラカッパラナガガッパラナラカラオカカンチャラモンテノフトレッシュアパサカタソンゴモアパルラダX that one a true sting oh fight.騒ぎを起こしたくはない。Oh crap.
Oh no. 逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。生死虚実、同点元気、超無一角。逃がさない。お注射の時間よ。Hold on, 何？Back off。Back off for now。There's no way I can clear this with the current setup, so yeah, I'll just wait. I can pause and save, right? Because I didn't expect those bugs getting in my way. Sheesh. Firefly! Whoa!